ようございます。バイクで日本一周52日目、現在時刻9月16日水曜日の朝6時15分です。現在私ね、鹿児島県の最南端のね、佐多岬のすぐ近くの大泊八重キャンプ場というところで朝を迎えております。今はちょうどね、もう朝日が見えてる時間帯ですね。今日はですね、鹿児島県の観光地を回って、そのままね、北の方へ北上していって、熊本県の快活クラブに泊まる予定です。ここのね、現在地の降水確率も本当ならね、今 60% 以上あるんですけど、現在ね、ちょっと曇ってるけどね、晴れてる感じで、熊本県の方はね 40% ぐらいなんで微妙ですけども、なんとかね、雨が降らないことを祈りつつ、今日も一日張り切っていってみたいと思います。朝日がすごく綺麗です。まばゆいばかりの朝日がね、最南端に来たことを祝福してくれてるかのようですね。これは行きますか。寝てらっしゃるようですね。すいません。最南端、ここシャワーがあったのが最高でしたね。シャワー気持ちよかったですよ、ここ。さあ、荷物の積み込みも完了したんで出発したいと思います。ありがとう、最南端佐多岬。現在時刻朝の8時ちょうどですね。大泊八重キャンプ場出発いたします。あ、暑かったけど動くとやっぱ涼しいな。むしろ動いた瞬間急に寒くなったな。ホテル佐多岬っていうのがあるんですね、そこ目の前に。うわ、赤い花が咲いてる。アイビスカスみたい。アイビスカスかな、今の。鹿児島県の街並みです。うわ、なんだ今の、すごい。くちばしが赤い、カラスじゃないけど、なんか南国の鳥が飛んでましたよ。くちばしが赤かったです。びっくりした今。トンボがね、結構飛んでるんですけど、トンボをふわって避けようと思って、地面をね、こう横、ちっちゃいカニがね、スタスタスタってカニが歩いてましたね、今。びっくりした。あ、海が綺麗ですね。晴れてたらね、スカッと晴れてたら、もうめちゃめちゃ気持ちいいんでしょうね、この辺。南国の雰囲気でね、こんな木とか。またいつかね、佐多岬リベンジしたいですね。スカッと晴れた日にね、走ってみたいですね、今度は。よし、ちょっと休憩しますか。朝ごはん食べますか。たこ焼き大阪なんちゃらって書いてましたけど、まさかね、鹿児島で大阪のたこ焼き屋さんのお店があるとは。ここね、そこの海、ヨットがね、1、2、3、4、5、なんかヨットがいっぱいいてますね。荒平天神って書いてましたね。鹿児島ロマン街道ですね、今現在。最南端とね、最北端で同じ端っこでもね、全然北と南ではやっぱ違いますね、雰囲気が。まあ、気温の影響なのか、土地の広さの影響なのか、まあ、いろんな要素が絡まってね、形成されてると思うんですけども。ここの道の駅、駐車場えらい広いですね。道の駅垂水浜平。次の目的地は一応ね、道の駅なんですよね。垂水ゆったり館っていう道の駅に向かっております。そこはね、足湯に浸かりながらね、桜島を眺めることができるみたいなんで、ちょっと行ってみたかったんでね。ポイントの方はね、もう100ポイント昨日でね、佐多岬でちょうどぴったり100ポイント達成したんで、もうポイント稼ぎをする必要はないんでね、のんびりと行きたいところに寄りながら帰りたいと思います。セブンイレブンのね、 Wi-Fi で動画のアップロードが完了しました。やっぱセブンの Wi-Fi は早いですね。上りもちゃんとお買い物もしたんで。わ、あそこすごい、なんか橋が綺麗に見えますね。牛根大橋、道の駅垂水、到着いたしました。現在時刻10時50分ですね。ここはね、足湯があるはずなんですけど、あ、そこかな。あ、足って書いてる。ちょっとジュース買ってこう。ここですね、足湯、おそらくここに来てみたかったんですよね。あれが桜島なのかな。ってことはちょっとね、もう雲でね、霧がかって見えないですけどね。ここはね、こんな感じで足湯にね、浸かりながら桜島が、おそらくね、全部あれ桜島のはずなんですけど、ち
ょっと霧がかかって見えないですけどもね、こんな感じで足湯になっております。締めの前は海ですね。ちょっとね、足湯せっかく来たんで使ってみたいと思います。さあ、せっかくなんでね、僕は足湯に使ってみたいと思います。あ、これ足の形してる足湯が、お、あったけー、あったけーっていうか結構熱いな。桜島が見えないのが残念ですけども、いや夏でね暑いんですけど、足湯なんか気持ちいいですね。いや、なんか足元足湯使ったらね、なんかフットワークが軽くなったような気がしますね現在時刻11時35分です。次はね、叫びの肖像っていうのをね見に行きたいと思います。あの長渕剛のねモニュメントみたいなやつです。向かってる方はこれが桜島ですね。おそらく今から行くその叫びの肖像っていうのも桜島の中にあるんでね、桜島まで渡る感じになります。今から今の道の駅垂水ゆったり館から約22分とかそれぐらいですぐ近くなんでね、あの橋を渡るようですね。 Google マップによるとこの橋を渡ってね、桜島に突入するという形になります。さあ、人生初桜島ですさあ、これでもう桜島の端っこの方ですね。今桜島といえば火山の噴火ですよね。今日は大丈夫でしょうか。今なんか溶岩道路って書いてましたけども、うわすごいな、あの岩右手に見えるねこの岩すごいですよ。なんかもう彫刻のような岩ですけど、これうわ今なんかねバス停がありましたね。バス乗り場がありました。桜島の端っこの方ですけども、バスも走ってるんですね。溶岩展望所、うわすげえ、ちょっと見たかったぞ今の有村溶岩展望所、すごいぞこの岩すごくないですか。これえ、これ溶岩ですか。これすごいな、すごいな、これこの岩、これなんか遊歩道になって向こうから見えきましたけど、これどれぐらい距離あるんでしょうか。ああやっぱ桜島爆発時には噴石の恐れがあります。十分注意してください。これこのままヘルメットかぶっていきますか危ないんでね。うわ退避号なんてあります。ここに退避してくださいということですね。これ桜島爆発時には噴石の恐れがあります、十分注意してくださいということで、降ってくるんですねこれが、なんとも恐ろしいその時にあの洞窟に逃げろと、トンネルに逃げろと、そういうことですね。これいつ爆発するかなんてね、自然現象なんでわからないんで、今この瞬間にね爆発して噴石が飛んでくる可能性もね、泣きにしもあらずなんで、うわすごいなこれすごいぞ。さあ、この階段を登ると展望台っていう感じでしょうかね。まあ大昔にね降ってきた石なんでしょうね、降ったとしても。こうやって今綺麗に階段が整備されてるんで、おっと展望所が見えました。おお、眺めいいじゃないですか。あ、こんな感じでねベンチのようなでっかいのと灰皿がありますけども、喫煙もできるみたいですね。まあ私タバコは吸いませんけども、うわーすごいな。これねずっとねなんか一周できるらしいですね。向こうの方にもこういう屋根のねついた同じようなとこありますけど、これはねなかなかいいものが見れましたよ。これなかなかね、この溶岩なんて生で見れるもんじゃないんでね、桜島、鹿児島県にね、お越しの際には、こちらのね、有村なんちゃら展望所、すいません、またテロップ出しておきます。名前忘れちゃいましたけども、こちらもね、寄られてみてはいかがでしょうか。なかなかのね、ちょっと異様な雰囲気で、これも見応えありますよ。さあ、現在時刻12時13分です。有島溶岩展望所、レストハウス。お手洗いやね、お土産売り場、ソフトクリームの看板も出ておりますね。さあ、今からね、長渕剛さんの叫びの肖像のモニュメントのところまで行ってみたいと思います。ここからあと13分ですね。9.2 キロとなってます。さあ、現在は噴火活動は停止している状態でしょうか？大丈夫ですか？ちょっともう雲がかかっててね、見えないですけども、上の方は。ところどころこんなね、ごつ岩が落ちてますね。ああ桜島ってこういう感じで、うわここすごい朽ち果てたすごい年季の入った建物がありますけども桜島ホテル、あこんなところにホテルなんてあるんですね。
シーサイドホテル、ふるさと観光ホテル、ホテルが立ち並んでる模様ですね。ここで宿泊もして桜島を堪能するという。あ、ガソリンスタンドもあるようですね、これコスモ石油。今日はね、あいにくの曇り空ですけども、スカッと晴れてたらね、この辺の海も綺麗に見えると思いますね、おそらく。あ、今そこ東桜島中学校って書いてましたけども、中学校もあるんですね。あ、桜島って普通にこんな民家が立ち並んで人が住んでるんですね。僕あんまり全然知らなかったんですけども、どういうところなのか。火山が噴火してるイメージしかなかったんで。あ、なるほどね、普通の街並みなんですね。 JA なんかあったりと。なんかもう僕、桜島ってなんかもう無人島ぐらいな勢いで、なんか観光地のね、そういう観光ホテルがポツポツある程度かなと思ってたんですけど、普通にね、小学校や中学校なんかがあって民家もたくさんあって人が住んでるんですね、普通に。いや、勉強不足でした私。桜島港5キロ。あ、そういえばこれ桜島からこのね、反対側の西の方に渡れるはずなんですね、フェリーで。まあ、ぐるーっとね、海沿いを遠回りせずともちょこっとね、ワープすることはできるっていう感じですね。桜の里公園なんて書いてましたけど、こんなところキャンプしたくなりますよね、こんな綺麗だったらね。おっと、トンボ。わあ、これもまた、これ溶岩ですか、これ。溶岩ですね、おそらく。ベンチなんかがあったりね、こんなところでキャンプしたいですよね。あ、これは何ですか。あ、避難所や。今のもあれですよ、溶岩が降ってきた時の避難所ですよ。これ左って言ってますね。あ、ありました、長渕剛の叫びの肖像です。これですよ、これが見たかったんです。うわー、そして海が広がっております。制作、あ、実際に建てられたのは2006年3月19日に建てられたみたいですけども、コンサート自体はね、2004年なんで、もう16年前ですね。長渕剛さんがコンサートされたのは。うわー言ってますけども、Whoa, Japan, where are you going? 違うか。モニュメントには登らないでくださいということですね。まあ、ここにね、登って記念撮影なんかっていうのは NG のようです。なかなかのド迫力ですね。どこを見上げてるんですか、これ。あ、桜島の方を見てるってことですか、これは。あちらの方には何やらね、ベンチがあって、屋根付きのね、あ、自販機とトイレと、あ、バス停なんかもありますね、ここ。バスでここまで来れるみたいですね。あ、すごいですね。オールナイトコンサートなんで夜やってたんですね、これ。あ、ここはなかなか日陰になって良さそうですね。あ、街並みが一望できますね。コンサート会場はどこだったんでしょうかね、実際は。あ、イベント広場ゾーンでやられたんかな。そうか、野外コンサートやからそんな建物はないですよね、よくよく考えたら。なるほど、赤水展望広場。あ、バスがぐるっと回ってるんですね、一周。あ、フェリー乗り場があって、じゃあフェリーで来てぐるっとバスでね、回れるっていう形ですね。さあ、これでね、一応今日の目的地は全てクリアしたんで、あとは熊本の快活クラブに行くだけですね。といってもね、ここからまだまだ遠いんですよ、実は。5時間あるんですよ、5時間。マジかよっていうね。あと200キロぐらいありますね。まあ、快活クラブはね、別に暗くなってから到着しても問題ないんで、のんびり行きたいと思います。まあ、ちょっとね、山肌がね、下の方、上の方は見えにくいですけど、くっきり見え始めましたね、霧がちょっと晴れて。桜島です。今日はね、全然火山灰とかも降ってきてないですね、現状。全くバイクが汚れることもなくね、何の問題もないって感じですね。わあ、すごいな、これが噴火するんですか。これでも噴火したら恐ろしいな。まずいぞ、シールドに雨がポツリポツリと当たり始めました。全てのね、今日の目的地観光ポイントが全て終わった途端に雨が降り始めました。私いつものパターンでございます。肝心なところでは晴れてくれるんでいいんですけども、気が緩むと雨が降ってくるという。観光地巡ってる時はね、全く降らなかったんで、これはもう晴れ男認定証を自分自身に送りたいぐらいですよ。ナイスショット、ナイスインですよ。まあ、現在霧島市って書いてましたね。鹿児島県霧島市ですね、ここは。海沿いを走っております。
霧島といえばあの焼酎のね黒霧島、僕いつも飲んでるお酒なんですけども黒霧島がね有名ですよね。美味しいですよね。いやここなかなかいい眺めじゃないですか。この海これ晴れてたら絶対すごいですよ。私もね雨が降ってまいりましたけども、これぐらいだったらまだ耐えれるんでね、なんとかこれ以上ひどくならないでいただきたい。現在時刻15時16分です。雨がね降ってきたんで、カッパを着たところでもうちょっとねご飯屋さんだったんでご飯食べました。まだまだ先は長いですね、熊本快活クラブまで。いやー雨ですね。一番肝心な観光地のところで雨が降らずにねちゃんと撮影もできて楽しむこともできたんで、これは晴れ男だとラッキーだとそういう風にね自分の中でプラスに変換して前向きに進んでいきたいと思います。ポジティブポジティブレッツポジティブ。まあそもそもねマジレスしちゃうとね、そもそも論なんですけども、雨男とか晴れ男っていう言葉あるじゃないですか。あれって僕からするとね、あのたかだか人間一人がそんな天候を変える力なんか持ってるわけもなく、じゃあ雨男と晴れ男が同時に一緒に動いてたらどうなるんだっていうね、結局はね結果論だと思うんですよね。物事をどう自分がどう捉えるか、ポジティブな人はね晴れ男であるし、ネガティブな人は雨男になっちゃうっていうね、僕はそういうもんだと思ってるんで、なので僕はねもう雨が降っても晴れ男と言い張りたいと思います。なかなかちっぽけな人間一人が雨男の力で雨雲なんか動かせるわけもないんでね。新水俣駅、これ水俣ってあれですかね、小学校の時に習ったあの水俣病の水俣市なんですかね。熊本県ですけども、今山の方がねこれ熊本県の山、霧がかってこれ綺麗に見えますね。現在時刻6時31分。現在私ね熊本県を国道3号線を北上しておるんですけれども、もう暗くなり始めましたね。6時半でこの暗さですか。もう夏の終わりを秋の訪れをね感じさせるようなそんな日の入りですけれども、今ね信号待ちしていてふとね目の前をバイクが1台通っていったんですけど、あ久々にバイク見たなと思ってやっぱね大阪はねバイク結構多いんですよね。バイク原付2種とか入れたらめちゃめちゃ多いんですよ。特にまあ原付2種の方が多いですけど、そういえばなんか今は久々にバイク見たなと思って、こんな夜とかでもね普通にバイク走ってるんですけど、大阪だったらもう九州熊本バイク人口少ないんですかね。私北の寒い地域とかやったらね分かるんですけど、あったかいところだからバイクも普通に年中乗れるし多いんかなと思ったけど、意外と少ないですね。いやこれは関西と比べたらかなり少ないな。九州にもジョリーパスタってあるんですね。吉野家があるな。牛丼食うか。もうお腹が空いちゃったんで。牛丼一筋300年。さあ現在時刻夜の7時56分です。もう快活クラブもねもう20分ぐらいかな、ここから。いやすっかり遅くなっちゃいましたね。お、ビッグバイクステーション、ミスターバイク、あ路面電車が走ってる。今なんか道路のど真ん中に駅があって人が立って電車を待ってましたけども、さあ到着しました、快活クラブです。ここ屋根付きですやん、バイク、バイク屋根付きになってますやんか。あ、鍵付き個室のフラットのやつで、はい、どうも。1階か。お、角部屋やよ。いしょ、
現在時刻夜の10時39分です。今私現在ね、快活クラブの熊本店に来ております。本当はね、明日佐賀県から長崎の方行って、明後日に福岡の鹿の島とか、ウォーカライダーさんとかがよく行ってるところ、あの辺回りたかったんですけど、どうもね、天気がね、明日明後日2日連続ね、九州なんかどこももう 100% とか 90% なんですよね。どうしようか、連泊して雨をね避けようと思ったら200ね無駄にしないといけないんですよ。で、それ考えたらもうどうしようかなと思って、ちょっと今迷ってる状況なんで、ちょっと明日どうなるかまだ決まってないです。今日はね、ちょっと移動距離も長くてね、快活クラブ到着したのも夜の8時回ってたんでね。で、今やっとね、もうご飯食べてお風呂上がってやっと一息ついた感じなんで、もう10時40分ですね今。まあ明日の予定ちょっと今から考えてから寝ます。はい、というわけで、私生きております。おはようございます。バイクで日本一周50日目、現在時刻、9月17日木曜日の、11時25分です。これちょっとね、もうおはようございますじゃなくてお昼になっちゃってるんですけども、今現在私ね、熊本県は熊本市の快活クラブ、熊本店ですね。で、朝を迎えてちょっとねダラダラしながら、もうお昼前になっちゃったんですけども、どうもねずっとね今日と明日がどこも雨みたいなんで、いろいろねずっと悩んでたんですけど、結果的にね熊本県にあと2泊することにしました。で、雨を避けて、2日後に佐賀長崎を回って、3日後に、福岡からまた大分の方に行って、4日後に四国に上陸という形を取ることに決めました。なんでね、ちょっと2日間無駄にする形になりますけども、熊本県にね連泊っていう形ですね。いろいろ悩んだ挙句ね、せっかくここまで来たんで、予定してた通り九州もぐるっと回って、四国の方も行こうと思います。西はさすがにちょっとね、小ぶりなモニュメントですね。あまり最西端に来る人っていてないんじゃないですかね。さあ、テントの設営が完了しました。この辺はね、全部バンガローみたいですね。